どうもバタでーす。まあ今日はあの日曜日だもんで、まあ日曜日だとこんな動画です。まああのバタの日記をお送りしたいと思います。バタの日記っていうと、の確かあの先々週のの土曜日ラインだね。まあちょっと先々週の土曜日だったかね。確かあの先々週の日曜日はすぐあのお出かけしとったもんでね、あそこに行ってきたけどもね。ではのバタの日記をお送りします。ではどうぞ。先々週の日曜日はあの4時ぐらいに起きて、まああの土曜日いや早く寝たもんでね。で6時に家を出て、朝のそこでさ、あの金山のところに行って、あの別院会館のところに早く行ってさ、それであそこのトランスフォーマーのイベントがありました。まあ確かあの DF 展示即売会確か買ったのがこのウルトラマグナスだけども、これコンバイナーウォーズのオプティマスプライム、あの白い方の、まあこれ見たらあのウルトラマグナス見えるけどもな、あの中身のの方の、あとトランスフォーマーのカードトレーニングカードのやつ買ってきました、ね、まああのハズブロのトランスフォーマーの、まああのそれにあの消しゴムがついとったもんでね。ねえあのかあのの展示即売会のお土産になんとあのブロックウォーズもあのもらったもんでね。まあねえあの確かの金曜日に先々週の金曜日にあのレビューしました。早速あの先々週の月曜日からのレビューしたやつを紹介していきます。ではどうぞみんな見てください。ちょっと月曜日があの TF 展示即売会のの動画を出して、それで、ついでだもんで、で、東別院にも行きました。まあ、月曜日の動画なんですけどもね。ちなみに、カースイが、このガンダムバラパトスの、動画を出しました。火曜日が、の制作動画で、で、水曜日が、本格デビューの動画です。まあ、ガンダムバルパトスループスのレビューで出たんですけども、これも、まだレビューしてないけども、ユーゴ。まあ、今後レビューしたいと思います。あと、金曜日には、これ、エクゼイト のゲーマーズドライバーをレビューしました。先々週の金曜日に。まだレビューしてないけども、これもまだあります。
キメラザスロットホルダー&爆走バイクガジェットもあります。確か、先々週の土曜日と、先週の日曜日に、春日井祭りがありました。まあ、それには、リカちゃんと一緒に、行きましたね。うん。まあ、あとさ、先週、日曜日と月曜日が、日曜日が土曜日の春日井祭りの、まあ、ロケっていうかな。まあ、自分個人だったもんで、まあ、ロケって言わんな。春日井祭りを楽しんだ、なったのを、動画を撮りました。まあね。まあ、あと16日にやった、月曜日に出した、春日井祭りの16日の時の動画も出しました。まあ、あれも、もう土曜日よりも、日曜日の方が、すっごい盛り上がりましたね。あとさ、16日の方の、春日井祭りの動画なんですけども、説明欄に、秘密の動画も、もうありますのでね、説明欄も、もう、しっかり見てほしいと思います。それだけかな。うん。火曜日が、ちょっと月曜日、春日井祭りとさ、仕事の疲れがあったもんで、ちょっとくたびれたもんで、動画撮影したいもんでね、火曜日はお休みしたな。水曜日が、ちょっとさ、春日井祭りのことになる、また春日井祭りのことになるんですけども、未公開シーンと、ちょっとさ、なんかさ、入れちゃい、ちゃいけないもんが、入っちゃったもんで、それのお詫びがありました。うん、あとは、まあそうだな、木曜日が、この、おもちゃとは言えんけども、もうこの、春日井サボテンのマスコットホルダーのレビューをしました。まあ、可愛いだろう。まあ、でもさ、春日井にも、もう一人の、ご当地キャラクターがいます。見えますけども、豆腐くんが、もういます。残念ながら、マスコットキャラ、豆腐くんのマスコットキャラクターがいなかったもんな。そうだな。金曜日には、まあ、トミカをサクッとレビューしました。で、あれ？あ、そうだな。6台あるな。ははは。そうだよな。では問題です。この6台のうちに、トミカじゃないのがあります。皆さん、どれでしょうか？正解は、これでした。まあこれさ、先々週の金曜日に、レビューした、トランスフォーマーの、展示即売会のお土産としてもらったやつです。まあ
の6の6なんかおかしいなと思ったでしょ。これです。まあこれのあのオプティマスプライムをあのもらいました。借金。あとはあのの土曜日の動画がこのあの名作玩具レビュー、まああの初めてのコーナーのね、これのレビューをしました。まあこれでもな、これがな今ないと切ないもんな。そんじゃあの先週前回あの出し先々週と先週の動画が出したもん、先週と先々週のレビューした動画は、いや玩具はこれですね。そんじゃ切ります。そうだな、ちょっとさあ僕言うんですけども、うん、僕さちょっとお金があんまないもんで、でまあちょっとさあののあんまし玩具よう買うけどもさ、ちょっとさあの実はというとあののなんかでさあんましお金かけたくないもんでな、皆さんまあそうだよな、好きなもんで、で、あの、金かけちゃうもんでね、僕は。というとね。まあ、そうだな。しかもさ、僕全然パソコンを、あの、直すお金がねえもんな。要は、あの、玩具ばっか買っとるもんでね。大事なもんに、大事なもんなものをかけずに、お金をかけずに、こればっか買っとんのか、って言うけどな。そうだよな、字幕とかさ、最近つけたんですけども、もうさ、ちょっと自動のやつでやりましたもんでね、確か動画の再生設定だったっけ？うん。あれの、字幕の、自動のやつで設定すると、勝手に字幕が出るもんでね。僕もちょっとさ、それでもちょっと字幕つけました。まあ、自動にでやると、なんか変な風に出るもんでさ。さあ、まあ、ちゃんとしたもう、ちゃんとした字幕を作りたいんだけどね、ちょっと大変だもんでな。まあ、ちょっと僕もさ、字幕つけるのも、ちょっと大変だもんで、で、やってません。まあ、自動で、やっています。まあ、皆さんってさ、字幕ってさ、字幕つけるんだけども、どんな風につけるだろうな。うん、まあでも、この動画は、コメントは、なしにしとるんだけどね。うん、そうだな、うん、まあ
まあ、まあ、やっぱさ、字幕つけた方がいいと思うけどな、僕にとっては。耳が、不自由な方には、方がおるもんで、で、何を喋っとんのかわかんないもんで、まあ、やっぱ字幕つけた方がいいけどな。まあ、だけども、プロの YouTuber さんも、字幕つけとるんだけども、自動でやっとるもんでね。まあ、そうだけどもね。というわけで、今日のバダの動画はいかがだったでしょうか。まあ、今日は日記、さ、先週の日曜日もう出してなかったもんでね。それで、ね、今日の日記で先々週のやつをまとめて言いました。あ、ちょっと言い忘れたけども、もうさ、先々週の土曜日と、先週の日曜日の動画なんですけども、あれはバタの、新企画として、バタの、いや、間違えた。バタの、新シリーズの動画として、で、出したんですけども、バタのお出かけの動画です。まあ、今後さ、祝日の時に、お出かけの動画、祝日の時に、お出かけの動画を作ろうと思うんですけども、もう、ちょっとさ、最初は春日市内を、ちょっと探検したいと思います。まあ、そうだな。もしよければ、まあ、チャンネル登録と、高評価をお願いします。まあね、僕もさ、ちょっと分かってくれるかな。なあ、ちょっとさ、よーく、お休みばっかするけど、ちょっと、お休みを一回、週にお休みを、一回とかやるけども、ちょっと仕事の疲れもある時もあるもんで、ちょっとさ、まあ、毎日やりたいけども、もう、ちょっと偉い時は、休みます。まあ、ちょっとさ、やってさ、体壊しちゃったら、ちょっとあかんもんでね。で、まあ、ね、ちょっとそれを分かってほしいと思います。まあ、ちょっと、ご勝手があったけども、すいませんね。そんじゃあ、以上で、バタノの日記の、10月9日から、10月22日の動画を、の出来事を、終わります。出来事と、雑談だな。雑談を終わります。そんじゃあ、次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。そうそう、皆さん、ちょっと速報です。なんとさ、ディカちゃんの、新ボーイフレンドをの、噂の新ボーイフレンド、ハルトくんを、買いました。イエーイ。うわー、ハルトくん。これ6代目ですよ。ほんじゃあ、明日、多分明日、ハルトくんの、レビュー動画を出しますのでね。まあ、女の子に、その皆さん、ぜひ、見てください。そうそう、これさ、
6代目のボーイフレンドだぞ。ちょっとさっぱりしたな。まあ、皆さんもう明日の動画を見てください。お楽しみに。